ビタリー・カジミロービチブヤルスキーは、ウクライナのサッカー選手。ウクライナ代表。ポジションは MF。2010年に FC ディナーモキエフで選手となった。2011年9月21日にウクライナカップでファネンドアディに代わって途中出場し、トップチーム初出場。2013年5月26日にウクライナプレミアリーグ初出場を記録した。 2013から14シーズンに FC ホベルラ、ウージュホロドに期限付き移籍し、リーグで20試合3得点と出場機会を重ねた。その後はディナモキエフに復帰、UEFA ヨーロッパリーグでも出場を重ねるなど、戦力として活躍していった。2015年9月16日、UEFA チャンピオンズリーグ2015から16、グループリーグで、 UEFA チャンピオンズリーグ初出場を記録すると89分に得点を決めて試合を引き分けに持ち込む活躍を見せた2016年9月5日の 2018FIFA ワールドカップヨーロッパ予選グループ I のアイスランド代表戦に望む31人のメンバーに入ったここでは出場とならなかったが翌10月6日のコソボ代表戦で夕ンこのプラン下に変わって 途中出場し、A 代表初出場を記録した。ありがとうございます。